え何気持ち悪いなと思ってこう水で手洗ってパッて見たら始まりました「島田修平のお階段巡り」皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますチャンネルですねメンバーシップの方もあります、えー、ぜひね皆さんね興味ある方よろしくお願いいたします そしてチャンネル登録とグッドボタンとねコメントの方もいつも励みになってますこれからもよろしくお願いいたしますさあ来てくれましたなんか <laughs> その俺の服見てたな <laughs> 紹介前に言うのもあれやけど服見てたなじらじらそうですねはいサッカー帰りというね忙しい中でしょうかねこの方 <laughs> はいご紹介いたします <laughs> 吉井雅夫さんですお願いいたしますどうも えー、吉島さんの会談を浴びる会、代表吉島さんです。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。しっかり言ったな、本当に代表でございます。代表なんか今日、かなり楽じゃないですか。いやいや、これは最近の、あのー、まあ、そうか、島田さんファッションやめてますもんね。<laughs> ま、すみません、<laughs> やめたんで、なんだ、その、お前、なんだ。ファッション疎いですよねとか。で <laughs> <あ>、その、いいんだけど、やめてますはないから。サッカーユニフォームを最近ファッションに取り入れるっていうのが、まあ、ちょっと、まあ、流行りじゃないですけど。 僕はちょっとサッカーやってたのもあってあ、そうなんだで来、来てます、えー、おしゃれすごいですもんね思ってますだってあのー、すごいじゃないですか、この前も そして何よりですね、ユーチューブチャンネル「はい、階談を浴びる会」はい、あのー、島さんのお怪談巡りを丸パクリしたチャンネルとさせていただいてましてまあでもねあピース又吉さんね、はい、すごくお世話になった先輩に名前もつけていただいて,ていう、ね、そうですね浴びる会っていうそうそうもういろんなねまあこう方たちの思いも詰まって、はい、まあこうスタートしたチャンネルがもう今や大人気、うん、嬉しいですねまあ大人気というかまだ1年経ってちょっと頑張ってるぞっていう状況なんで今登録者数も 二十万ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。すごいですよね。二十万は嬉しいですよね。でまだまだね上に行こうっていうねすごく勢いが止まらないのがなんとイベントの方がそうなんです。はいおめで,とう,でとうございます。またこれが大きなところで大きなイベントなんてやりますね。そうなんですよ。はい、大阪四月十八日に。 大阪の TT ホールっていうところですぐです平日ですよ平日平日700キャパ完売素晴らしい <laughs> で島さんにもやっぱりがっつり出てもらってましたいやいやこの更新上多分、えー、前日ですよね <laughs> いよいよ明日っていうことにもうなってくるわけですよね嬉しいあのメンバーもね、はい、やっぱりこのまたさんいらっしゃるんですよねそうです、ま、浴びる会っていう グループラインがあったんです音楽を浴びる会って、本当に友達同士の。それからいただいたんで、まあ、又吉さんは出すと。うん、又吉さん出ていただく。で、女優の山下りおちゃん。まあ、この方も仲良くさせていただいているんで。うん、まあ。結構聞き手として二人は出てもらうんですけども。うん、まあ、会談が強い方でもう、まず島田さん。で、タックさん。タック。ック都市ボーイズ早瀬さん。うん、で、松島初音さんが。 ま、で絡みがあった人で、大阪でやるんで大阪ならではのゲストで NMB48 の松岡さんと心霊体験を持ってる方階段あるんですねあとあの、乳首ドリルの吉田さんっていうすんのかいせんのかの吉田さんま、これ吉田さんの怖い話聞きたかったというだけでオファーしたら心よく受けてくれて座席は完売してるんですけども配信の方があるのでちょっと告知させてくださいってことで今回コラボがありがとうございますほんとに是非皆さん明日 会場で、そして配信でお会いできるのを楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします。ますよろしくお願いします。お願いいたします。あの吉島さんの会談アビル会では、うん、あの投稿会談っていう視聴者さんから、うん、こんな怖いことありましたっていうのを投稿していただいているんですね。でも本当に戦通を超える中で、僕あダントツ一番怖いっていうお話があって、うん、今日はその話をさせていただきたいんですけどね、えーはい その方は女性なんですけどもずっと霊感はなかったんですねでも十代の後半であることがきっかけで霊感が目覚めたんですよ、うん、それっていうのがホテルでバイトをしてましてあいつものようにこう清掃しててじゃあ次この部屋だっつってガチャって開けたら自死されたんですよお客様が、うん、パニックになって、まあ、もちろん係の方 責任者連絡するで第一発見者やからいろんな話を言わなあかんそれが一通り終わった後から夢でねその自施されたお客様がどのようにこの自死に向かったかっていう夢を毎日毎日見るんですってそれが会社でこんなことあってああもう生きてられへんわはっさん日目。 ああもうこんなな人生嫌やな命たと荷物をこういろいろ準備してる貼って起きるみたいなんから最後の最後ドアノブで自分の首をロープでまあやめる形でなくなるっていうのを乱してから不思議なこととかいわゆる霊といううものが見えるようになったらしいですねその方が22歳。 社会人1年目で実際に体験した話を今回ちょっとさせていただきたいんですけどもその方ですね社会人1年目の時にマンションに住んでたんですね一人暮らしでそのマンションってまあ都内だけにかかわらず水がね貯水タンクから生活用水として使われる仕組みじゃないですか今の日本ってその貯水タンクが潰れちゃって。 水が一切出てこないっていうトラブルに見舞われたんですよ、うん、それが社会人一年目の夏ああ女性で夏お風呂入られへんトイレもできん、うん、きついなって思ってたら管理人さんから電話があってきましてちょっとおそらく一日もしくは二日かかるんですけどもすぐ治りますとで申し訳ないんですけど水が使えない生活になりますすいませんがちゃんと切られたと、うん、いやいや無理やろ <laughs> ただ社会人1年目やからホテルに泊まるにしてもお金がない4 5四五千円かかるでもし2日目までかかってしまったら1万円ぐらいかかる、うん、初任給言っても20万もない1 5六6万の状態で12万削られるのきついからどうしようかなってなったらあ大学時代仲良かったかおりちゃんっていう仲良い女の子の家泊めてもらおうと思ってすぐ電話したんですよ。りこうこう,こういう事情で ちょっと1日だけ1日だけ止めてくれへんって言ったらかおりちゃんも「あなんか大学時代みたいで楽しいな」っつってあ「じゃあお泊まり会しようしよう」っつって「じゃあちょっと仕事終わり落ち合おう」ってことで 2>,、うん、2人ともかおりさん家の近くのスーパーで仕事終わり、まあ、集合することにしたんですよでキャッキャキャッキャ言いながら「ちょっと暑いけど、まあ、ちょっともうカプサイシン取ろう」みたいな辛めの鍋を2人でしようみたいな感じで <laughs> 鍋の食材バーって買ってかおりさんのマンションに向かう。マンンンンションのエントランスで あある男の人がほんだからかおりさんも「いやちょっと聞いてくださいよ。いやこの子がねあの家の貯水タンクが潰れて水が使えなくて一日泊まるんですよ」あじゃあ一日お泊まり会」みたいな楽しいじゃないですか「あ大変ですね水使えないの」みたいな「こんな夏場で風呂張りたいですもんね」みたいな「そうなんですよまあ一日だけですけどね迷惑ですよ」みたいな「いやそんなこと言わないでくださいよ。じゃあさよなら」みたいな。で別れ際にその男の男方があ みたいな感じでニコって笑顔で会釈されたんですよ、うん、投稿者の方はその男性に対して気持ち悪ってまず思ったんですよなんでかわからないですよ爽やかな笑顔なんですよじゃまたがこいつハリボテの笑顔やな目の奥全然笑ってないなんか気持ち悪いもう怖いに近い感じだったんですよ。でそれと同時に 香ちゃんんユンやめててよよって思っ思たらしいんですようちの内情タンク潰れたとか「い時いそんな言わんでええやん」とか思いながらかおりさんの部屋に行く、まあ、そういうのもためながら「かおりあれ誰?」みたいな聞いたら「あ本当に隣の人でい,いい人でしょ?」みたいな感じもいいし「じゃ何よりちょっとイケメンじゃない?」みたいな「ちょっといいなと思ってんだよ」みたいな全部は言わないけど「やめといたら?」みたいな感じで。うん そのまま部屋に入って、鍋をパンパンパつっつくとでついてて、あ美味しいな美味しいなみたいな感じのことをしてそ,れではそのまま寝るんですよ寝てたら、金縛りに遭うん,んですよ人ん家で金縛りに遭ってるって思うんですよ登校者の方が、なんか、めっちゃ目開けたくないって思うんですよ、うん、でも、自然にこうやって目が、ぼーって開いたら 女性56人が2人が寝てる布団を囲んでるんですよで女性56人が「してして」って言ってるんですよ何ボソボソ言ってんの怖いなともう見つめられてるだけで怖いのにと思ってるけど集中したら「返して」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  返返返ししして返してて何これ?」って起きたら俺「おらへんこの夢なんや?で」でもう一回寝るで朝起きたらあ「何事もなかった夢かな」とか思いながらも止めてもらってるかおりちゃんには「実はこんなことあって」なんか言えないじゃないですか住みづらくなるやろし「あ今日はありがとう」っつって「ちょっとなんかどっかでお見合わせするわ」っつって「さよなら」っつってでそのまま会社に行くそしたら電話がかかってきて「自分のマンションの管理人さん ももしもし治りました?」って聞いたら「ごめんなさいあと一日あと一日」って絶対治るので「うん、もう一日だけちょっと水使えないです」っていう電話をやあってたんですよ最悪「もう一発かおりちゃん連絡しようか」ってなってかおりちゃんに連絡する <laughs> 連絡したら「また」みたいな「一日だけって言ったじゃん」みたいな「いいですよ」ノリい <laughs> <laughs> りよく「はい、じゃあまた近くのスーパーで落ち合おうか」つってで2人でスーパーに落ち合う昨日変な夢見たなとか思いながら。 ちゃん家にばーっと行く部屋に入って1分2分ぐらい食材をこう片付けてる時にピンポーンってなるんですよ薫さんが「あ誰だろう」っつってガチャって開けたら「あっこんにちはあのー、友達の分のケーキも買ったのでもしよかったらえー、めっちゃ気が利くじゃないですかケーキもらったよ」みたいなことがあって「ありがとうございますガチャえー、めっちゃ気が利かない隣の人」 二人分のケーキだってこれ美味しいとこじゃんみたいなパッと見たら池袋の方で電車で2、30分かかる往復で言ったら1時間ぐらいかかるとこなんですよね、うん、なんで二人分のケーキ買ってきてんやろうって投稿者の人思うんですよそうだね昨日一日だけって絶対言ったはずおかしいよなしかもケーキ 二人分渡すってことは壁薄いから聞こえてたんかなとか思ういやいやそれにしてもおかしいぞとな何な,なんやろこのケーキ手つけられへんなとか思いながら「いいじゃんいいじゃん食べようよ」みたいな「私食べないでおく」っつってご飯かーって終わるでその日開けてまた朝仕事行くんですよそしたら管理人の方が電話あって「もう治りましたー<ー>」ああよかったよかった」よかったつってその日自分家に帰るんですよ。で カちゃんにも連絡するごめんねちょっといついつ埋め合わせで飲み,飲みに行かない?」っつって「オッケーオッケーっつって「じゃあねー」っつってガチャって切るでその日から自分の家でこう寝てるんですけど変な夢見るんですよそれが隣人の男が出てくるんですけど、うん、隣人の男がね「カチカチ」って言いながら歩いてるんですよ何をカチカチ言ってんねんやろうと思ったらペンチを持ってるんですよ、うん ペンチをカチカチ持ちながら歩いてる夢なんですって。それだけで気持ち悪いなって思いながら、徐々にメロディーが聞こえてくるんですよ。男の人が、うん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 んうカチカチってペンチをする。あ、幸せなら手をたたこペンチをカチカチ。幸せなら手をたたこう。カチカチって変な夢を見る。でパって起きて。 ななんやこの夢、気持ち悪いなあなんか変な想像とかいろいろしてもらってたからかな気持ち悪いなとかいうことがあって後日かおりさんと埋め合わせの居酒屋でご飯を食べに行く日になるんですよ。でご飯を食べてるじゃないですか。そしたらね投稿者の方が普通にトイレに行きたくなってちょっとトイレ行ってくるってトイレ行くんですよ。で、でトイレでを足してたら 急にね途中扉がバンって開くんですよバンって閉まるんですよで自分の個室の隣にうーんっ,つってめちゃくちゃ忍び足の感じで入っていく人気があったんですよいやバンって開けてバンって閉めて静かに入るって隣のやつ何なんな、ねうん気持ち悪いと思ってトイレをバって出たら 隣に人なんか誰もいないですよえ何気持ち悪いなと思ってこう水で手洗ってパって見たら鏡の自分の顔を遮るような感じで横向いて香里さんちの隣人の男はこうやって出てきてる感じがしたんですよ今気のせいじゃない絶対に覗いてきた何これ疲れてんのかいや絶対おかしいこれ私の霊感発揮してる生きるちゃうと思って なってすぐ香りさんんとこ行でももう何回身の危険感じるなと思ってかおりさんに言うんですよ。ちょっとあのー、理由は何でもいいからとりあえずうち今日泊まりに来てくれへんと家に帰したくないっすってえど,どういうことみたいなで「いいからいいから今日泊まってくれないっつっていやこないだのが楽しかったの?」みたいな,な「何でもいいから」っつって「じゃあもう明日休みだから泊まりに行っていいよ」でも着替えとかか持ってないから、うん 一回家に帰って着替え取りに帰ってからだったらいいよっつってあもう何でもいいからそうしようっつってでご飯代はお止めていただいたから払ってでかおりさん家行くんですよかおりさん家行ったらエントランスの前にハイエースでっかいバンが止まってるんですよ、うん、そこから男の人が木材をこうやって運んでるんですよその男だんだん眼鏡で行って見たらかおりさんちは隣人の男なんですよ、うん、何をしてんねんやろうと思ってたらかおりさんが「え何してるんですか?」みたいなだから隣人の人が汗かきながらいやあの今日 DIY しようと思ってつって。 いやちょっっとと待ってくださいと今も「22時半ですよ、うん、22時半から DIY するんですか?」っつって「いや静かにはしますけど」みたいな「おかしいですよわーはははみたいなの笑ってるんですけど投稿者の方からしたらいや22時半からとんかつトン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 してて迷惑行為やし笑ってられるかおりちゃんどうなみたいなのも思ったんですよ。それをイライラとかもあって「もういいから部屋行こう」っつって挨拶ももうちょっとにして部屋に荷物取りに行ってまた帰ろうとしたら「え今日はど,どうしたんですか?」みたいな。 あの今日はこの子の家のお泊まり会なんです前は泊めてあげたんで今日は泊まらせてもらおうかなと思ってあならよかった今日ずっと DIY しようと思ってたんでかおりさんには迷惑かけなくてよかったですみたいなほどほどにしてくださいよみたいな感じで二人でバーって投稿者の家に行くその道中も頭おかしいじゃないですか。うん、DIY を夜中にする何考えてんやろうとか思いながら その日投稿者の家でご飯を食べて寝てずーっと朝もう言うたら昼前ぐらいまで寝てあこんな時間だみたいな感じになってちょっとそうめんでも茹でよっかみたいな感じの話をしてたら電話がかかってくるんですよかおさんに。誰からだろうと思ってピッて取ったら「はいはいはいはーいな何?」みたいな感じで首をかしげて切る。何だっったたのって聞いたらいやなんか うちの管理人さんからで警察の人が私の連絡先の情報を開示してほしいって言ってる。で、投稿者の方からしたら、え、か、かおりなんかしたんみたいな感じ。なんですけど、うん、いや、私何もしてないよってかおりさんは言う。そしたら5分後、警察が電話かか,かってくるんですよ。うん、で、かおりさんが、あ、もしもしどうしましたぐらいの感じで聞いてるんですけど。はい、はいっていうトーンから。はい、はい。 あ「はい」はいって声が上つって次の瞬間にこう手が明らかにおかしいぐらい震えて「はい」っつって両手で押さえたりしてるで異様な光景やと思ってただごとじゃないと思って電話切った瞬間に同行者の方が「えどどうしたの?」って聞いたら「なんかこの間挨拶した隣の人いるじゃん」 逮捕されたんだけど。えっとどういうこと?」話を聞いたら DIY をなんかどん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 してたらうるさいってなるじゃないですか <うん S 1> 今度はその隣人のやつの下の階の男性が「おいちょっと迷惑行為やぞうるさいぞ」っていうのに逆上して暴行を働いたとトンカしとかを使ってで現行犯で逮捕されたんですけどそれだけじゃなくて家からやってはいけない薬法を おす薬が出てきてき薬物中毒っていうのが分かって逮捕されたと、うん、なんでこれだけでかおりさんに連絡来たかっつったら部屋から異様なものがいっぱい出てきたと<何>まず女性用の下着あとかおりさんの観察日記で盗聴器の受信機があったと。<laughs> おそらく香さんの 家に盗聴器が仕掛けられてて、はい、ずっと話を聞かれてますあだからケーキとか買いに来ててんやここまででも怖いじゃないですかここからはちょっと警察でいろいろ話を聞いてほしいんですけど警察署に呼ばれましたでかおりさんの付き添いで登校者の方も行くんですよそこで聞いた話がもう本当に今までの。 人生で一番のトラウマなってます」って言うんですけどそれが何があったかっつったら隣の人の家にもう一個変なものがあって瓶詰めにされてる肉片のついた爪と歯があると。で警察が これは何って聞いたら、いや、これ全然やましいもんじゃないですよ。今まで付き合ってた人、まあ言ったら元カノですよね。別れ際、本当に好きなんで、本当に好きな人の体の一部が欲しかったんです。つって、だから了承を得て歯を抜かせていただいたり、爪を剥がさせていただきました。了承は得てます。好きな人の一部が欲しいって、大体わかるじゃないですか。もう警察官も引いてる。あのー、あ、あとさ、つって、あの、この diy してたものは何つって。 あのこれはあの南京付きの,あの棺桶です次好きになった人はこの棺桶で体の一部じゃなくて全部を保存したかったんで香さんの全部を保存したくてこの棺桶を作りましたこつって怖っ結果実際にいろいろな余罪があって捕まってまもう罪を 今しっっかりつぬぐなってる状況ですでも一歩間違ったらこの投稿者の方の友達かおりちゃんはあの夜投稿者の方の家に泊まらなかったらそのまま看護けに入れられてたかもしれんっていうお話を聞かせていただきました。ありがとうございましたわっでこれねかおりさん に電話したじゃないですか投稿者の方投稿者の方はその時彼氏がいたんですよ普通断水したら彼氏の家そうですね連絡するじゃないですかで,す、ね、でも私なんかかおりさんに連絡したんですかおりに連絡してかおり泊まったんですってもしかしたらあの時からかおりちゃんを守るように守護霊から手引きを受けてたんじゃないかなっていう。なるほど っていう話を聞いてこうわーと思っていやまあ霊感があるということでまあその強い思いですよね、うん、そのまあ疫病が見えたりとか夢の中でね、うん、っていうことがあったりとかで、まあ、でも会った瞬間に笑顔なんだけどなんかもうこの笑顔違うって思ったわけですもんね、うん、なんかあこの笑顔 気持ち悪いなとか怖いなっていう人って正直僕らでもある。わかりますはい。薄いなとか薄っぺらいなとか思うけど、うん、やっぱもう一個先行ってません？気持ち悪い、怖い、何こいつって思うって。やっぱ霊感強いんやろうなっていう。ういやだから本当にそういうまあ異常性を持った犯罪者の人とかってめちゃくちゃ人当たりがいいとかね、コミュニケーション能力がこう高くてみたいな。 って話聞くじゃななないいいいでですすか、うん、見破れないですよね、うん、そういう力がないと、ね、しかもこの人の投稿ってむちゃくちゃゃくリアルなんですよこれもめっちゃかいつまんで喋ってるんですけどもちろんご相談もさせていただいてこういうところでも喋りますしこういうところは切らしていただきますであまりにも表現的にしんどいですし実際にあったことちょっとなんか赤く光ってんだけど何ですかこれは いいやここれななんんんかかそのまあまああ化化けけけけたたでですすどど別にこうねってわらピッてこう化け探知機で普通はこれなんかやばいかなと思ったらピッてボタンを押してピピピピピピ,ピってこういろいろ調べた後に青とか緑とか赤になってで緑だとここはいい木ですよとかで赤が光るとやばいよってことなんですけどこれ今何も押してないのに急に赤く光り出したっていう。ごめんなさい。いなんか なんかちょっとある時々あるんですけど <laughs> そのタイミングが毎回そうす、ね、ちょっと今もなんかえなんか来ちゃったのかなって思うよ、ねうん、タイミングでいやだから今そういう話をしようとしたんですよねこれはもちろんいろんなことも相談して身の安全を確保した上で喋ってるんですよだから、えー、かおりさんは今もご結婚されて場,場所も一応都内であった事件なんですよで実際に 軽く検索とか多分まああんましてほしくないですけどうまいことすればもう出,出てきちゃうんですよだからいろんなことぼやかしてやってるんですけどその方言ったら投稿者の方もそのかおりさんもいまだに多分トラウマになってるわけじゃないですか。でこれもう綺麗すぎるというか無駄なところがなさすぎるんですよ。 多分夢でカチカチってペンチカチカチやってるのも「えそれでハートが抜いてたんちゃうん」とか思うじゃないですか爪とか。幸せならででですよねこのペンチでカチカチのペペンンチチ抜いてたんじゃんとか思うしあと56人の女性たちがバーッて立ってるっていやその方々ほんまに今存命してるとかも思ったりしたらもうあんまり深掘りできんなとか思いつつ。 その投稿者の方もあまり深くは詮索してないんですけどもって言いながらもすごい細かい情報をくれるんですよでもあの「心的ストレスもしかかってるんやったら全然大丈夫ですよ」みたいな感じで言ってるんですけどもすごい心が優しい方でいろいろ言ってくれてて完全版今日は。 生たちの家が何人もっていうのはちょっとなんか今いろいろ考えちゃうとゾワっとまた来ましたね。まあねちょっとそののちのことがわからないからね。はい、そこでこう取り調べを受けて余罪がっていうねとこるもわからないけれども、はい、なんかね本当に被害がなければいいなって思うだけです、ね。そうですね。なんかその隣人でねあのこれ相当ちょっとこれもあの濁して話しますけども、はい、まあ僕らちっちゃい子どもいるじゃないですか。はい。そうするとこうまあ妻とかね。 やっぱりこう同じ幼稚園でママ友で仲良くなってでちょっとこう今日何々ちゃんちのママとか遊びに行くとかあるじゃないですか。でそういう一つの話であるママ友の家でここは今単身赴任でそのママと幼稚園児の男の子しかいない家にそのまあママ友のまあお母さんとまた幼稚園児の男の子がこの家に遊び行ったんですって。で あのー、マンンションの8階なんですってでエレベーターでグーンってこうあの下でピンポン「はい来て来て」って言ってで上がってったらなんか7階でこうエレベーターが止まってドアが開いたんですってで誰もいないんですってで閉じるボタンを押して「8階」って言ってで8階について部屋で遊んでるんですけど遊んでたらまあ まあね時間もそんな遅くはないけどまあ夜なんでまあおとなしくまそこは騒ぐ子じゃないんですけど、まあ、話してたら急にその床ところにドーンドーンってこう音がしてくるとたらこの住んでるママが「はあ」ってすごい暗い顔して「はみたいなことを言ってて「これどうしたの?」って言ったら「あちょっと下の方」とちょっとうまくいってなくってまあうちも気をつけてね絨毯も敷いてるしまあ 直力音を出さないようにしてるんだけどやっぱりこう子どもの足音とかがうるさいって思ってんのかな結構こんな感じでみたいなってことがあるんだっていうでまた今度は遊びに行った時にまた7階でこう開いてで8階でっていう。でその時にあのもうママがちょっとこうすごく元気がなくって「どうしたの?」って聞いたらこの前あの上からだからその。 遊びに行こうと思思っっってててたらでパンって開いたら男の人が入ってきておじいちゃんが入ってきて「こんにちは」なんて言ってで二人子供とお母さんとおじいちゃん7階から入ってきたおじいちゃんでで6階5階って時に急におじいちゃんがエレベーターの中で「ダン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 」ってすごい勢いでんかこう。 足踏みっていうんですか,なんかジ,ャジャンプ小刻みなのエレベーターだからもう,う危ないじゃない何、はい、かでうわーと思ってえっ、ー、と思ってたら前見てそのエレベーターのこの画面見ながら「あなたの子供が毎日やってることです」<laughs> く<は>っ,って言われたんだってでずわーっとしちゃってでスッていなくなっちゃってっでいまだにこう。 下でこうダーンダーンとかってなってんだけどであのーまあ、ここにうちの妻も遊びに行ったんですよはいそ、はい、したら、まあ、普通にあのー、8階だからって言って8階に行ったら7階で窓が窓が開いて誰もいないんだで8階で遊ぶっ帰りも1階としたらなんかこう7階で開くんです 誰もいないんだって降りてくんですけど完全にだからあの七階のそのおじいちゃんが毎回人が出てくるとかって時に七階のボタンを押して影から見てるんですよ、えー、嫌がらせ嫌がらせというか顔を確認してる<何>だから七階で開いて誰もいないということは誰かが外から七階で押してるということなんですよ だからやっぱりもしかしたらその盗聴器かわからないしあと本当と聞いてて「あ今誰か帰ってくなあの部屋から」通った時にすぐにエレベーターホールにいて「7って押していたらそこで一回開くからそこにいる人が誰かっていうのを毎回確認できるっていう,うんだそのおじいちゃんが多分影からこう見てたんじゃないかと思ってもううわーって怖いてすてごい出てきたことがありましたけどね下でこう迎えに行ったんですけど。こう 子どもの足音って本当にね、まあ、本当に思いも、ね、自分たちが思ってる以上にこう迷惑なこともあるかもしれないんですけどねちょっとこうなんかこううまくねでこのご近所トラブルで住めばいいですけどその先があるかかもしれないじゃないです,かなです、ね、だからそこは自分も家のことを、まあね、また引っ越したりする際は。 こういう話をよっ聞いてる分、余計やっぱ気にするようになりましたね。そうですね。まあ自己物件とかってこと以上にね、やっぱ住んでる方たちとね、はい、うまくこう関係性築くことの方が大事だったりしますからね。いや、めっちゃ怖いですね。いや、めっちゃ怖かった。本当人こわとその階段がこう合わさったっていう。ガチャと いやーちょっともうね明日のイベントこれ楽しみですね楽しみですまだまだ僕はあの怖い話持ってるんでまた呼んでください <laughs> ぜひお願いします <laughs> めっちゃ持ってるんですよやあすがもうほんとやる気がすごいんでね <laughs> あとぜひ皆さんですね明日のイベント、はい、配信の方ありますんでねもうすごいメンバーで絶対楽しみになりますんでね、あのー、ぜひできてよかったら配信の方ですねすこれチケットありますんではい、はい、配信チケットは青天井でございますぜひ買っていただきまして、えー、23日は見れると思いますのでただえー、生でね来られる方は、うん カットされてないので配信はちょっとやっぱデュレイというかちゃんとピーとか入れての配信になりますのでそこは申し訳ございません、はい、楽しんでいただけたらなと思いますあ、ね、YouTube チャンネルはい、はいえー、吉島さんの怪談を浴びる回週5で投稿しておりまして今回島田周平さんのお怪談巡りと同日同時刻コラボでございます、えー、行ってこいしていただきましてどちらのチャンネルもチャンネル登録高評価ベルマークの通知はぜひよろしくお願いします <laughs> そして、えー、島田周平さんの、えー、一声でこのチャンネルは 始まりましたので、えー、島チル、えー、島田周平チルドレン、略して島チル。 の方々はぜひあのこのアビル会員にもなっていただけたらなと思います。えメンバーシップとかもやってますそう。いじってますよ皆さん。シマチルいじられてますよ本当に。はい。すみません。いじってます。いじってますじゃないで、えー、す。いじってます。シマチルという言い方ま。<laughs> いやこの多分僕らの登録者の方々の大部分はお会いだめぐりの方々だと思うので,うで席した。あのー、う。るせえな。もう本当に相互に相互、はい、にとかあのコブンチャンネルも応援していただけたらなと思います。<laughs> お願いします。ぜひぜひ合わせて応援の方よろしくお願いいたします。 またぜひお願いします是非よろしくお願いしますそして明日イベント頑張りましょうね頑張りましょう、はい、というわけでゲスト吉井正雄さんでしたありがとうございましたありがとうございました、はい、サッカーユニフォームを最近ファッションに取り入れるっていうのがまあちょっとまあ流行りじゃないですけど僕はちょっとサッカーやってたのもあってあ、そうなんだで来て,来てますえーまあ、おしゃれすごいですもんね 思ってますだってあのすごいじゃないですかこの前も T−1 グランプリの時にね、はい、なんかすごいパジャマみたいな格好でねなんかパッケージして違う違うでああ<ど>あのまんま出るんだみたいなねですすすかカーデガンすやん来てただけっすやんも分かんないのよおじさんからするともうなんかファッションとなんかその境界線とかがなんかもうこれおしゃれなんすよって言われたらもうそうなのかって思うしかないっていうかいやまあおしゃれかどうか分からないですけどおしゃれパワハラ おしゃはらですよダサダサパワハラダサハラ <laughs> ダサすぎてダサすぎて俺が頑張ってるみたいにいいずっとダサい,いもうずっと俺じゃあほんとただの悪口だって分かいやほんまただの悪口にて <laughs>、ま、悪口してますからねしてますからねって僕じゃないですよ勝手にしてるんですよ悪口の方向に <laughs> 悪口の方にこうやって誘導してるんですよこの赤い棒を持ってこうやってこうやってやってるんですよ 配信の方はまたしばらくアーカイブ残るわけですもんね、はい、はい、ちょっとねあの意気込みというか、はい、ちょっととねあの聞かてくださいよえーとまずですね東京でも夏しようと思ってるんですけどもおっ、うん、きなところで初めて怪談を浴びる会のイベントをするにあたってあこの人の怪談生で聞きたいなって思う人をもうキャスティングしましてで僕もこういうでかいところで喋ってみたいなっていう話があるので、うん、それを喋らせていただく。あと YouTube にも載せない配信もほぼカットするやろっていう流れのイベントもしたいなと思ってたらじゃあもうこのイベントの中でぶち込もうってことで、うん、後半30分はそういう内容にしたいなと思ってましてちょっと満足していただけるようなもう内容に。 台本を売ってても思うので<ー>、えー、もし、えー、会場に来られる方はもう100で楽しんでいただきまして配信で見られる方は何日間か見れるので何回もなぞって見ていただきましてで YouTube でちょっと上げるので、うん、そこも楽しんでいただけたらなと思いますよろしくお願いしますはいぜひ皆さん明日会場でそして配信でお会いできるのを楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします,します島田周辺はグリーン車できますなにそれいやあの指定しました <laughs> やめて島田秀平はとかだけにすると俺だけみたいな感じになっちゃうからいやほんまにこれ内訳言うと僕以外全員グリーンにしちゃうんですよで俺、まあ、この人グリーンでこの人グリーンだあもう全員グリーンでいてくださいって言ってたら俺申請忘れて俺普通に行くんですよでゲスト全員グリーンなんですよなんで主催者が普通なんだからそれもいや俺もじゃあ明日はもうずっともう椅子座らないずーっともう同じ気持ちで分かります見見ままます、見ますでれ。 まあねじゃないまあねじゃないまあねいや,いや遅いな <laughs> 前回の動画でやらなくなる詳しくは前回の動画をご覧ください、はい、最近すぐ寝ちゃうんでねもう乗り物乗るとねじじイや <laughs> マジでじじイやでもう起きてられない <laughs> そして何よりですね YouTube チャンネル、はい、階段を浴びる会、はい はい。あとトークを浴びる会もありますしトークを浴びる会ありますあとカナメクト全部知ってるやんちょっとちょっと親戚でも知らないですよトークを浴びる会っていうのはねその人柄をねなんかこう徳井雅夫がですね徳井雅夫じゃない吉井雅夫です俺中途にあるじゃないんだトークに引っ張られてトークに引っ張られて徳井って言っちゃった今愛らしいぜでもそうそうそうあのトークを浴びる会で島さんに出てもらって島さんの話が業界でむっちゃ影響ありました本当ですかあれ本出 したいとかなんか番組で扱いたいっていうの来ましたよ。 マジすすかぜひ<う>お願いいしますよ動きあるんじゃないですかいや自分の父親のね話をさせてもらってたりもするんですけどだそういうあの、まあ、MC になって、まあ、いろんな方から話を引き出してですねかその方のなんか内側とかね、うん、まあ葛藤だったりこうだったりで聞いたらそこが元気が出るような話に根脇さんこう聞き出してますんでね、うん、そちらもこう本当に見ていただきたいですし「カナメクトって何でしたっけ <laughs>、まあ、吉井かなめくとチャンネル」は僕ファッションが好きなので、はい、ファッションチャンネルとして「カナメクトと」いう映像作家と2人でやってるんですけどもうそれも。 目標達成しましまて、あのー、日本のファッションアワードっていう、えー、東京コレクションのランウェイとか歩きたいなみたいなのからスタートしたんですよ<ー>でパリコレ行きたいなみたいな。でパリコレ行ってるブランドのランウェイを僕と又吉さんでコントしながらやるっていう、うん、この間光沢試験というブランドでやらせていただいてだもファッションはもう一丁上がりましたすごい、ね、も<う>はもう 余力で楽しみながらやりたいなと思って。だってあの言っていいのかわかりませんけど、トークをアベる会っていうのもね、いつかこれがラジオになったらいいなって始めたら、もうラジオ番組もやられて,て。ラジオ番組はい。いマジでさ、もうどんどんこの一年っていう短い中で夢叶えてってるよね。うん、だからやっぱ前回の島田さんの動画出ていただいた動画なの手相。 手相がそがれを表していやー人生分かんないっすよねすコンビ解散して、うん、全部がゼロになった収入もゼロになったっていう何もないところから、うん、好きなことで塗りつぶしていこうって言ったらもうこんなに人生が好転して、うん、楽しくね、うん、毎日こう暮らしてるっていうねことになるんで、うん、なんかこの「吉井正夫チャンネル」見たりこの吉井正夫を見ることでねなんか皆さんも なんかやってみようっていう気持ちになってくれるような。ね、なんかね、そういうまたチャンネルになっててほしいですよね。勢いがすごくて、はい、吉本の、もう、だたる芸人さん、みんながこう、チャンネルやってる中の。はい、吉本の中でも、今かなり上位の。 どこから聞いたんですか入ってきますよ、もう調べてますよ、あなたのチャンネルは <laughs> あ、でもいい感じの順位におっ,っていう順位になってきていやもうこのね、あの郵便の中に入ってくるぐらいの <laughs> まあ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 そうなればいいなとは思ってるんですけどもまあ 岡田めぐりはもう七十万人からいるじゃないですか。七十今何万人ですか。七十今四万人っていう。で足して百万人のやつやってる <laughs>。あのダサいやつね。なぜか会談と会話なんか合算して百万ですっていう。<laughs> い<や>なんか変なことやってますけども。百万人でしょいや、すごい数ですよね。むっちゃ遠いですね。いや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 。めっちゃ遠い。だってもう本当オンリーワンのね、チャンネルになって。やっぱりね、えー、もう自分自身も会談すごいですけど。えー、やっぱりこう吉井正夫ってこう人脈。 みんなからこう可愛がられたりって、後輩からも慕われてるって、いう人脈ならではの。どっから呼んできたんですかっていう方たちが、階段を話してくれる、嬉しいです、ね。で、芸人さんとかも、全くイメージない人たちが、階段を話してくれるっていう、本当唯一無二の。ここでしか、聞けない、見られないっていう、もう階段チャンネルになってますもんね。いやーブランド化、してますもんね。ブランドができてたらいいですけど、うん、その大喜利をしてる感覚なんですよね。大喜利。例えば、この階段チャンネル、なんかみたい、どんなのっていうのを。

人ととかかお化けとかをごっちゃにしてもう人生で一番怖かった話をしてもらうっていうチャンネルなのでちょっと階段っていうストレート階段みたいなのは <laughs>、まあ、半分3分の2ぐらいですけど、ね、3分の1はただ怖いっていう振りで喋ってるって感じです、うん、あでも面白いですよね、うん、面白い面白いなって思います自分で見てて大ファンですもん自分でチャンネルの <laughs> いやもう一番ですよねだって本当楽しそうにやってるもんねっちゃ楽しいです、うん